どうも、バーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するワールドはグラップルアイランド。グラップルガンを地面や壁に飛ばし、飛び回ることができるワールドです。ワールドに入ると近くには、たくさんのグラップルガンが置かれています。グラップルガンはユーズして持つことが可能です。通常のよりはるかに大きいですね。持った時点で自動的に手に装着されるので、調整などは必要ありませんので安心です。これを壁や床などに向けてトリガーを押すことでフックを射出し、掴むことができます。掴んだ先に向かって慣性に従って引っ張られるので、これを利用して飛ぶことが可能となっています。うまくフックを引っ掛ければターザンのように、次から次へと移動することができます。またグラップルガン自体が拡声器ともなっているので、遠くに人がいても会話することが可能となっています。もちろん両手で使うことも可能です。その場合はガンの間に入るようにフックを飛ばすと加速しやすいです。ちなみに下に出ているメーターは、現在出ている速度とそれに寄りかかる G のようです。スピードが上がれば上がるほど G はかかるし速度は増します。こんな感じで上空に吹っ飛ぶこともできます。ワールドの各場所には乗り物があり、それに乗ることも可能です。操縦の仕方は戦闘機を使うのと同じのようで、車自体もフックを出せたりします。その他にも乗り物の乗り方や加速の変更などを、スタート地点の場所で設定することができます。スクリーンボタンを押すことで、各カメラに映像を切り替えるなんてこともできたりします。こんな感じでグラップルガンで飛んだり、乗り物を操縦したりできるクエスト対応ワールドです。フライトユニットもありますが、醍醐味はグラップルガンで飛ぶことなので、練習して飛べるようにしてみましょう。そんな感じで飛び回ることができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。